ロードし直しましょう。12-1だもんな。一回ソフトを終えてもう一回起動します。これからが本番です。さあどうでしょう、行ってみましょう。12-1ですね。出撃し、これで出撃で始めます。どうするか、外伝やるか。2月22日まではちょっと後でもいいんだよな。一個だけやりましょう。これで副官選択ですね。配置をちょっと見てみよう。配置は結構大事です。うわ、これは前に出すと死ぬ。エーギルに前行かせてもらいましょう。戦闘開始。行けます。引きこもっていたい人生だったのに。戦技。もう最初から狙えるんですね。かっこいい。我が名は
フェルディナント・フォン・エーギル。さあ参りましょう。焦らず戦おう。あ、とどめさせるんですね。これは魔法使えない。舞台に上がるより緊張するわね。狙われるしな。おっしゃ、行くぜ。いつでも行けます。中入りましょう。行きますか。錆びた指か。先生、奇襲有利思います。持ち物焦りが否めない。エーギルがとどめを刺すか。さあ移動か、再移動可能です。どこまで移動できるのかな。ここは無理、ここはもう無理、ここも移動できない。さあこの押し出したことがどう影響するか。ありがとう。ここで来るのか。じゃあここで待っとこう。2発とも当たった。避けた。死ぬかと思いました。よし、回転一発外した。さあどこまで行けるか。フレン、攻撃できるんだ。魔法も使えるんですね。あ、一歩しか進めない。これは危ないぞ。
できるだけいっとこう。誰もいない。これ敵はそんなにいないのかと思ったら結構いるんだけど、相手もさすがでそんなに攻めてこないんだな。持ち物を鉄の方に変更。でその間に少しずつ進んどいて、これなんだ。あ、そういうことか。攻撃？ヒューベルト有効、有能。情けない。必殺きた。自分で回復。効かぬわ。カスパルにやった。68か。戦法が雑になってるな。レベルアップです。フェリディアント、どこまで仕掛けられる。ごめんなさい、隙があったから。トロン、ちょっと見えてきたわ。魔法の方ですね。1回復できるんだったっけ。できますね。さてと、とどめをさせるんだな。
全てはエーデルガルト様のため。さあ動いてないのはそうだ、彼女がまだ動いてなかった。あら、カスパル、来るんだ。当たった。フレーン、ここだと届くのか。来るかな？来た。とどめを刺せるな。魔法に弱いですからね。避けられた。パンチング避けた。発砲ざるととどめを刺しちゃうからな。マーシーも同様。珍しいショート棒避けた。訓練要件いろいろも手に入れますね。16、14、15、14、ドロテアとか攻撃できればいいんだけどな。いけまそうですね。ディザイアへとどめを刺す。トロン、新技トロンビーム、光線技でした。もう一回ですね。ここで
イングリッド・ドロテア・ガイデン行きましょう。あら、どうしたの、グリッドちゃん。ため息なんてついちゃって。あ、先生、それにドロテア。いえ、別に大したことではありません。そう？ならいいけど、いつも眉間にシワを寄せてばかりよね、グリッドちゃんって。それはまあ、いろいろと。何かと悩みの種はつきませんので。問題を起こしてばかりの幼なじみのことや、実家のこととか、その、実を言うとですね、つい先日、父から手紙が届きまして。あら、ガラテを履くから？いいわね、娘思いの優しいお父様で。それはそうなのですが、内容が問題でですね。どれどれ？縁談か。縁談の話じゃない。面識はありません。名前は聞いたことがあって。商人の身から爵位を得た同盟領の新進貴族だとか。おそらく加盟に箔をつけるため、私の持つダフネルの紋章が欲しいのでしょう。ああ、やっぱり。まあ、そうでしょうね。どうかしたのですか、ドロテア。グリッドちゃん、私、この人知ってるわ。歌姫だった頃に言われたもの。ろくな男じゃないから、絶対にやめといた方がいいと思う。ですが、多額の持参金を用意してくれると言っていますから、怪しい。多少のことには目を。持参金の出所を聞いたら、グリッドちゃんきっとひっくり返っちゃうわよ。うん。え？あなただって血にまみれたお金で家を建て直したくはないでしょ。ま、噂の息は出ないけどね。調べた方がいいと思うわ。先生はどう思います？調べに行きません？よし、行こう。決まりね。それじゃ、学級のみんなに相談しましょう。私は。ああ、わかりました。イングリッドって仲間になってたっけ？あら、ありがとうございます。感謝します。感謝です。ありがとうございます。さあ、来た。ユニット選択。まあ当然ドロテアとイングリッドは外せない、主人公も外せないんだが、エガちゃんも怒ってきた。結構あれ、フレンは去って、シャミアも大怒りということで、こっからあれ副官ですね。あれ、アネットも立ち去りましょう。エデラルドか。でも、
シャミは副官にしよう。イングリッドの設定できる副官は設定できない。エデルガルドに、フレンかな。まだレベルが低い。カスパルにどっちがいいんだろう。まあペトラか。で、配置でエーデルガルドを一番前に置いて、宝箱もあるんですね。あれ、カスパルって ユニットに選択できたっけ？カスパルじゃない。プリースト、明治、ペガススナイト、明治、剣闘士。あ、ペトラ盗賊なんだ。リンハルト外してペトラ入れましょう。でペトラも目の前にいるので、これを使わないわけにはいかない。あ、これ固定なんだ、この3人は。こっちだと何もいない。下ですかね、敵は。あれ、敵が誰もいないっていうか、こいつだけ。敵の数が少ないような気がするが、多分造兵が現れる感じでしょうかね。いや、こんだけってことはないでしょう。こっちに入れ替えましょう。盗むがあるんだ。じゃあやりますか。もう調べれば調べるほど悪事の証拠が出るわ出るわ。本当にそうでしたね。とにかく今は大修道院に戻って。
雑魚感すごい来たね。やっぱりまあ動かないで相手から来てもらうことを待とうと思うんだけど、グヘヘ。私まさかあの男が。面倒ことになる前にグリッドちゃんを捕まえてしまおうって魂胆でしょうね。で、真実を知る私たちを始末すれば悪事の証拠を持つ者もいなくなる。グリッドちゃんは絶対に渡さないわ。さあ急ぎましょう。奴らの狙いはグリッドちゃんよ。彼女だけは絶対に守らなくちゃ。逃げちゃしねえよ。その目標地点は右下ってことですね。全滅させてもいいのかな。まあ増殖してきそうだけど、まずは奇襲有利思います。キルハックス、まあとりあえず2人で私の力見せてあげる。並んでる、つまり計略を、あ、間違えた。焦らず戦おう。リザイアの方がいいな。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。お手に行かせてくれよ。行きますか。おっしゃ、行くぜ。はい、出ます。舞台に上がるより緊張するわね。まず一体倒した。この経験は糧になる。35。おっと、ドルティアネやってきた。18か。避けた。2発目、なんか馬で引いてるぞこれ。4。これも4。増殖？報酬は弾みましょう。一刻も早く彼女を捕らえなさい。あの商人が賊に指図しているのね。なるほど。今奴を倒せば増援は止まる。あ、そうなんだ。とりあえずここで盾となろう。邪魔しないで。勝ててよかったわ。頼りにしています。you
上がりました。来るな。ショートボウもあるわけですね。シガにかけるに足りませんな。結構食らうな。よけた。おー、食らった。倒れてるやん。後ろも食らう。動けない。あれ、そうだ、動けないんだ。まあとどめ刺すけどね。で一気に、あ、動かないも動けないんだ。回復し、彼がピンチだな。瞑想だと20か38。ん？誰？間違いだったな。 OK、 ここまで挑んで、あれ回復は持ってないのか。止めをさせない。
わあ、どんどん現れてくる。下もかよ。どこまで来るんだ。待ち伏せ。クリトちゃんが危ないわ。増殖しすぎ。食らってる。戻ろう。さすがにちょっと現時点では前行きすぎだ。回復薬が少ないのが難点だな。支援感謝します。危ねえか。いや、まだいける。できなくてよ。11。もう一発。引き上げた。こっちはつつく。一個足りない。しかも避けられた。相手も足が速いな。シャミアがレベルアップ。傭兵にとっちゃ力が全てだ。さあ、うわ、すごいなこれ。何これ。計略打てるんじゃないかな。今よ。身の程が分かったかしら。三体一気に。
勝負ができたな。一歩前進かな。花にはトゲがあるのよ。結構つらいな。これって毎ターンヒットポイントは回復、飛行は無効なんだよな。結構危ないな。計略いこう。OK、 当たった。当たらなかった、やばかった。でここに再移動。あ、そうだ、浮いてるからあんまり意味がないんだ。さて、そうだな、33。回復。ありがとな。てか。戦になってもやるしかない。ままなら、あんまりダメージ与えない。ラファエルか。ヒガちゃんに集中砲火してくれて助かった。予想通りの結果ね。フレンの方がレベルアップ。少し強くなれた気がしますの。どうてやりきた。簡単に負けるつもりはないわよ。人は経験して成長するんですね。回復。え、なんでダメージ食らうんだ。一気に来る。
ンマ？3。ここ回復できる人がいない。あ、そうか、そこで戦技ですね、瞑想。あれ、これも有効じゃないんだ。あ、エーデガルドとピトラは動かないとして、あ、いや、それはそんなに効かないはず。ないな、まあ、逆に下に行ってもいいかも。ラファエルか。あんまりラファエル強くない。6。しかも弱体化した今。ちなみに今熱いとこに入ってます。1。ラファエルピンチ。ラファエルはゲストキャラです。おっと、ここで当然回復します。さあ今6ですね。集団回復これ。回復。まあ31。40フル回復。相手もでも攻撃できるんだな。イングリッド。
タイラ回復。リザイアがある。そうだ、エガちゃんにも回復できるんだ。38、39、ペトラかな、危ないのは。ペリアント、またフィルヤント、カスパルへ。主人公か、苦戦です。ペトラへ、避けた。今度はラファエルだ。これはまだまだ、どんと来いだ。回復。ちなみにラファエルの今スタミナは23。カスパルがや、方法がやばい。24、22、28か。お手に行かせてくれよ。あ、死なない。カスパルも死にそうだからな。ユリナントも程度、不況でも何でもないさ。計略打ってみよう。計略打とう。で、自身をか、瞑想で自身回復。32になった。20、26、23。自身も回復しつつ食らうか。まあ倒しとかないとね。ポイントはドロテアが、そうなんだ。今イングリッドがフル回復。
さあ次スパルイ来た。あー避けられた。一発は目は二発目当たった。向こうの方が隠れに来た。当たりそう。あ、避けた。当たってた。結構危なかったかも。カスパルに集中攻撃だ。しかしこれも避ける。さあもう肉を切らして骨を断つ作戦か。35か。エガちゃんいけますね。なんか持ってる？疲れてきたぞ。俺の勝ちだな。よし。やばいな。自分が回復しないとやばいし。まずはおっと、追撃だった。大きなるものの力、見たか。回復？当然また動き出す。したか。おっしゃ、行くぜ。助かるぞ。1ターンに1人しか回復できないな。つらいな。誇るほどの敵ではありません。
お手に行かせてくれよ。気通水がある。多少救いかな。体当たりだから。近づいている。もっとも攻撃できる。やめとこう。ここでリブ、貴重なリブルを使うのはちょっと。まだ早い。43、32か。ありがとうございます。左側も増強。7ダメージ。カスパルが倒す。どうだ見たか俺の活躍。さらにカスパルをダメージ。仁王立ち。39カスパルがだから動。まだまだ止まらねえぜ。これ回復すると前に進むことができた。さあピトナを闇が襲う。18。召喚も来てるが、当然回復。さあこの増設をそろそろ倒しに行きたいところ。26、同じ20、39か。プトラかな。
ヤシを継いだ。ダメージ食らってる。エガちゃんを攻撃できず。カスパルへ。避けた。よく避けるな。さあ少しずつ前進していくが、結構ダメージ食らってんな。戦技ってなんだ。結構ダメージが。避けた。フェリアント、いい仕事。私に挑んだのが間違いだったな。大事をなす。そのための一歩だ。さあ三体。とどめをさせないのか。じゃあ結構強いのかもしれない。ご苦労様でした。you
筋肉。コロッツケを仕留めました。さつきた。勝ててよかったわ。カスパルへ避けた。必殺だこちらも。力も実力のうちだぜ。あれ？これでもっと戦果を上げられるぜ。さあ一気に主人公が一番食らってんのか。イングリッドも結構やばい。カスパルがここに移動して回復を図る。結構ダメージを食らう。油断はするなよ。ありがとう。プリーストの回復が多いな。3人が火の沼に入ってますね。上はもう何もないから、もうとにかく下に行くだけだなとは。結構食らう。
ドーテアも結構食らってますね。あと3体上からも来てるが、おお、増設した。ところに敵が潜んでいるなんて、全く本当にしつこい。なかなかうまくいかない。敵は強い。25えらい減ってるな。どっちを生かせた方がいいんだろう。25。上からも来た。ここはあんまり。ちょっとイングリッド、ここは下がりますしょうか。というよりー
さあ集中して来てる感じ。さあ上から来てる。同点は17。当然ここは、いや、契約使えるのは、無理しない方が良さそうね。すごい6ピン。自身が44。イングリッド契約使えるんだ。ここは使おう。一緒に頑張りましょう。これが私の策。引き込み。負けられないのです。そして下がります。その間にホットホットの子が来て、彼が同点を回復。これはそうなんですね。わ、危ない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 。ってか次死ぬ。これが鍛錬の成果だ。ガッハッハ。この力で。ひえ、俺の負けかよ。くそ、最後になって、なんでカスパル回り込めるんだ。カスパルへ、ウガノ、リアルとほうか。うわカスパルー。36。
とにかくフェルディアントが弱すぎる。炎やっても14だもんな。でもまあ4だし、2回攻撃か。もう終わりなのですか。舞台に上がるより緊張するわね。どうしよう。いや、こいつが倒しちゃおう。とりあえず回復だな。これで戦える。まあ普通に攻撃だよな。炎これでハンナがレベル20へ。これは手本にならないな。ドロティア、ごめんなさい、隙があったから。さあ上の2人、回復、一気に回復。動きが早いな。ドロテアは結構、ドロテアは結構やばそう。
て、あ違う、エーデルガルドは行かなくていい。私だって鍛えてるのよ。八面六臂で、これで回復。感謝感激です。もしかしたらいるかもしれないからな。だしな。あ、このケースでもクリアできるんだ。なかった。そしてカスパルの犠牲が。あら、グリットちゃん、おかえりなさい。もうお父様への報告は済んだの？はい、おかげさまで。先ほど大修道院に戻ったところです。縁談はどうなった？今回の件を伝えたところ、すぐに破談にしてくれると。あんなものと縁故を結んだ。あんなもの持参金どころか、逆に家が食いつぶされかねませんから。そうね、ほんとよかったわ。ドロテアも先生もいろいろとありがとうございました。そうそう、なかなか刺激的だったわ。とにかく気にしないで、放っとけなかっただけだから。私のグリットちゃんを渡すわけないでしょ。あら、あんな紋章が欲しいだけの男になんか。え、はあ、いつの間に私はドロテアのものになったのでしょう。あ、ドロテア、この流れで渡すのもなんですが、よかったらこれを受け取ってください。ユリの指輪かな。あら、本当だ、ま、本当に指輪だった。しグリッドちゃんですよね。あなたの申し出、喜んでお受けします。これからも、照れてます。からかわないでください、ドロテア。そんなつもりで。まあそうですよね。あなたにお礼をしたいと思ったのですが、何を渡したものかわからなくて。とにかく、私の持ち物から喜んでもらえそうな品を探したつもりです。同じような指輪の一つや二つ、あなたなら持っているかもしれませんが。グリットちゃん、あら、もうしょうがないわね。なら、この指輪は一旦先生に。またなんかの指輪のアイテムだ。私もつけるし、先生がつけたっていいし、もちろんグリットちゃんがつけても。たまにはおしゃれもしなくちゃね。誰を食べる指輪なんだろう。まあイングリッドを食べやろうな。ものですから、好きにしてもらっていいですが。メガニの指輪、どっちの指輪なんだろう。
出撃長かった本、意外と出撃大変だったことが分かりますね。はい、やっぱりカスパルが教えられなくなってる。カスパル、指導、貴族を、うれしい、指導、ドロテアにご褒美です。ご指導か、なんだろうな、重装とかじゃないしな、普通にこれだろうな。できてるね、やる気出させるのがうまいんだ。ご指導、なんか重装が意外と苦手じゃないっては不思議ですね。ペトラ飛ばせましょうか。ご指導か。アネット。あと4つ。D プラス。この感じ覚えとこうっと。馬とか乗らないからな。見てくれて。あとは全部馬。ご指導どうもでした。イグナッツ、ちゃんとでき、いやしっかりせ、ちゃんとで、 T プラス2枠でレベル2。何がいいかな。ちゃんと、あと一人フレンか、フレンしか動きがない。私得るものがあります。落ち込んでいる。いや落ち込んで、うわー、褒めて育てるタイプなんだよなフレンは。よし、授業開始。先生、いいえ、はい、もう今節3回目か。よし、これで終わり。お父様もよく飽きないものね。先生、何かご用でしょうか。あ、いえ、そのちょっと不用品の処分を。部屋は清潔に保たねばなりませんから、先生も肝に銘じてくださいね。部屋の乱れは心の乱れと言います。
不要なものを処分することこそが契約の第一歩なのです。なるほど。いくら先生とはいえ殿方の部屋に私一人で入るのははばかられます。私の実家は貴族といえどそこまで裕福ではありませんでした。そのため契約を心がけよと父に言い聞かされて育ったのです。臨職かといえばそれまでですが、まめに掃除をするように言ったのも父で。見習いたい。先生にそう言ってもらえるならきっと父も喜ぶと思います。そうですね、ただの紙切れです。文字が書いてあるので書き物にも使えず、掃除や武具の手入れにも役立ちません。ならばこの木に処分してしまおうと思い立った次第でして。ああ、ところで先生、私に何かご用でしたか？そうだな。めちゃくちゃグイグイきますね。では、私はそろそろ戻ります。掃除の続きがありますので。先生、それではまた。支援レベル C です。ドロテアも支援ですか。先生、いえ、何でもないですから。ちょっとお話ししません？人のいないところで。もう率直に言っちゃいますね。私、先生のこと苦手なの。苦手？あなたは指導者として見守ってるつもりかもしれないけど、なんだか意味ありげな視線が私の心を見透かしてくるようで。いいの、先生にその気がないのも私が自意識過剰なのも分かってるわ。私はね、何も持ってないんです。領地も家柄も財産も知恵も武芸も。だから歌姫としての人気にすがって舞台を降りても演じ続けてる。先生の視線はそんな私に、演じてるのはお見通しだぞって訴えてるみたいで、それが私があなたを苦手に感じる理由ね。代わりに何か先生の弱みを見せてくれません？弱みってなんだろう。弱みを握っちゃえば苦手に感じることもなくなる気がしないかしら。それじゃあ失礼して。なんだろう、先生って近い、距離が近い。女の影がないというか、きっと女慣れしてませんよね。だからこうやって、うわー、ほら、何をしてるんだろう。先生、どうしたらそんな風に無反応でいられるんですか？人の血が通っているのかしら。通ってないかもね。私、自信なくしちゃったわ。あめ、そんなジョークです。え、本当に動いてない？本当なんて、そんなのに引っかかったりしませんよ。何か仕掛けがあるんでしょ？仕掛け？
一瞬びっくりした。もちろんお茶会を開きます。お邪魔します先生。ありがとうございます。ちょっと渋いかも。あら、ひょ、あまり気に入ってくれなかったか。はい、あ、計略じゃないんだ。へえ、意外。うわ、難しい。ごめんなさい。お茶ありがとうございました。あまり良くなかった。また呼んでくださいね先生。気まずい空気。よろしく頼むよ。すごいなこのコース。よろしくお願いしますわ。終わったよ先生。これが指導の成果です。格闘術レベル2。分かってきましたわ。お、レスキュー。これはあの使えるときは使えるかもしれません。ここにいた方がいいですね。え、マジ？何も予告はなく。先生、お願いがあって。こういうのもあるんだ。あの先生の学級に、その当然ですよ、これは勧誘します。なぜなら、勧誘せずに終わってしまうとマリアンヌは姿消しちゃいますからね、とネタバレ。ありがとうございます。これからはもう少し普通に話せるようにしますから。あの恐怖のマリアンヌ外伝もう当然プレイすることになるよね。ということで、マリアンヌが仲間に加わってくれました。いや、これは意外とあっさりですね。いやー、カスパルは失いましたが、マリアンヌが仲間に加わってくれました。よくやってくれたな。ベリーティ、ルミール自警団。ベル飛んでもらおうか。合格、合格ですよ。もちろんクラスチェンジ。何だったっけこれ。フレーも飛べますが、フレーは飛ばしません。これはダークナイトだよな。あと剣闘士にもなれるようです。ヒューベルと剣闘士もいいですけどね。
まだ上級にはなれないみたい。フェルディアントも戦えますね。剣闘士 67%。 フェルディアント剣闘士も気になるけどな。やってみるか。まず騎士団ギルドで戦力補充。鉄の弓がやばいな。鉄の斧。錬成で。魔法引き、魔法水晶ですね。ああ、4いるんだけど3しかないんだ。ああ銀の。これも鉄なんで錆びたものがたくさんありますね。鉄の剣だし、アーマーキラー命中率が上がって必殺も5つきます。サンダーソードも気になるけどな。地味にやっぱり射程遠いとこで使えるっていうのはうまみありますからね。ショートフォアは威力が上がって必殺もある。支援情報もたくさんありますね。あ、これは後ほど。フェルディアントか。訓練用槍。さあ剣闘士になれるかどうか。行ったかな。
行きましたね。貴族たる私にクラスチェンジです。明治もできますが、とりあえずはもうちょっと先かな。うん、魅力23ですね。この魅力の数値を30以上には上げたい。と技能がこうなってます。物がまだ D プラスなんですよね。はい、というわけでひとまずここで終わりです。出会いと別れ、そしてカスパロ犠牲は残念ですが、クラスの結束は深まったかと思います。次回はこのと、支援会話などを、行いたいと思います。次回のファイアーエンブレムをお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。コメントもいただければ幸いです。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。また、ゲーム動画で行こうではライブ配信を行っております。ファイアープロレスリングワールド、A 列車で行こう、ウィーニングポスト8、その他レトロゲームなどたくさんやっております。原神とかトラックゲームをやっております。ツイッターでお知らせをいたします。よろしければツイッターのフォローもお願いします。というわけでファイアーエンブレム風化雪月ライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。